はい今回は、木原事件について政治家は全員グルとですね、えー、とことん隠す当日の状況について、えー、迫って、えー、考えて、えー、お伝えしていこうと思います今回もよろししくお願い,いたします今回の内容っていうのは一応2つありましてまあこの木原の件に関してですねまあ、政治家、政党全てグル、えー、っていうのがまず1つですね。 でリスナー様も関心を持ってらっしゃる、えー、この2006年の当時の、えー、こちらについてですね、まあ、僕もいろいろご意見をあのいただいたんで、えー、ちょっとおまあ調べて考えたんですよで。僕はあの前からお伝えしているようにね、えー、その <coughs> 丸靴の件とかそういったものを隠してるしこの事件の当日っていうのも,子も隠しているということなんですが多分あのすべて見てないから分かりませんけど大体この、ねえー、2006年の当日 あの木原の嫁の父親がとかっていうんですが僕、ちょっと調べてて思ったんですよね父、父親は実は関係ないんじゃないかと思ったんですが実は関係あって、うん、当日、父親ともう一人いたんじゃないかっていうそういうことをあの思うんでそちらをお,お,お伝えしていきます、最初にですね2つあ,のあるんで、まあ、木原の事件について政治家は全員グルっていうのが一つ目、まずここからお話ししていきます。 この木原の、ね、嫁の件を政治家、政党は全員知ってるんですよ、全員で隠してるんですよ、遠丸が後ろにいる,いるってことですね、ねなんでかっていうと、ね、立憲民主党が警察庁と内閣官房へのヒアリングとかって言ってるけど、全然ポーズだけじゃないですか、何にも聞いてないでしょ、もうふざけてるのもいいところですからね、政治家全員グる、政党もぐるでえ、こういうのっていうのは、本来は対立するその勢力っていうのがあるはずなんですが、共産党も何も聞かないんですよ。 本来は共産党もこれ聞いててもおかしくないんですが、共産党も全く触れないと、新聞、悪旗とかも全く触れないじゃないですか、ここで、えー、いつものパターンですよ、与野党グル。 与野党ぐるで与野党の後ろには東丸がいるっていうそういった話、でさらに言うと、えー、木原のですね後援会を東丸が設立してるっていうことも分かってるんで、えー、こういうことですね、安倍晋三、東丸木原がつながってるってことで、もう日本の政治も政治家も腐敗しきってますよ、どうしようもない、本当に。うん、っていうことをまず、えー、思うってうことですで、えー。こちらに関しては、今の時点で分かるのはまずここまでっていうことなんですよ。で 豪華なんですね。まあ、リスナーさんも関心を持っている方が多くいらして、でもおそらくほとんど多分誰も言ってないと思うんですが、大体いいこの佐藤誠さんの手がかりを機に、ですね、えー、父親がやったんじゃないかと、ね、木原の嫁の父親がやったんじゃないかと、そういった憶測が出るんですが、僕は父親は関係ないと思うんです、関係ないというか、あまあ関係はあるけど、やってないんじゃないかと思うんですが、実は木原の嫁の父親と、 もう1人、ですね、えーそのまあ、ヒットマンがいた可能性、その2人でやればすべてのつ褄つまが合うんですよ、そういったことを、まあ、思ったんで、うんこ、ここからそのことについて、えー、触れていきます。 で、えー、まず、ですねなんていうんだろう、いろいろおかしいのは、やっぱりこの佐藤誠さんが指摘してるんですが、木原,と木原の嫁が、ですね、えー、この当時の嫁の不倫相手について知っているということが、まあ、おかしいわけですよ、まあ、ただ、この木原が不倫相手について知らないと、事件の辻妻つまが合わないから、だから木原と嫁は真相を知っていて、2人でいろいろなことを話し合っていたと、えーまあ、そういったことが考えられる。 でこの2018年の再捜査を妨害したっていうのは、これはね、えー、木原なのか、安倍なのか、まあ、おそらく安倍とかでしょうね、えー、安倍政権のそういう得意のもみ消し、えー、だったんじゃないかと思うんですよ。で、えー、まずですね、えー、ここからまず嘘を考えていくんですが、えー、文春の話ですね、えー、僕はこれは普通嘘だと思ってます、えー、木,原とあ木原の嫁と、えー、安田種男さんと不倫相手の関係についてなんですよ、こんなことが書かれてるんですよ。 不倫相手は安田種男さんの友達で、木原の嫁とは共通の趣味であるフリーマーケットを通じて知り合ったとありますが、多分嘘でしょうね。半グレ繋がりだと思います。丸物とか。まずそういったところを隠している。で、えー、そこからですね、えー、またこういうことになるわけですよ。 えーまあ、どういった経緯かというのは分かりませんが、えー、安田種男さんと木原の嫁はです、ね、不仲になった、まあ、これも、うん、どうかなと思うけど、えー、安田種さんと木原の嫁は不仲になって、えー、木原の嫁が、えー、2人の子供を連れて、えー、この不倫相手のもとに、えーまあ、行っていたということなんですね。でえーあの でここもこうに、えー、出てるんですけど、多分嘘ですね。や安田種男さんが亡くなったときに、木原の嫁が不倫相手を頼っていたとかね、えー、これも言ってるじゃないですか。えー、安田種男さんがあね、丸せえー、マルセって言ったから、丸したと電話で、えー、不倫相手言ったとかあ、なんか言ってますけど、多分嘘ですね、これあ。僕、ちょっとこれ気がつかなかったんですけど、よくよく考えると多分嘘で、多分こういうことだと思います。 安田種オさんはあその事件が起きた日1人でいたと思います。で、そこに、えー、木原の嫁の父親と、まあ、プロのマルシアが来たと考えます。えー、では、木原の嫁と不倫相手はどこにいたのかというと別のところにいたと思います。木原の嫁と子供2人と不倫相手は別のところにいたと。こうなると話のつ褄まが合うんですね。安田種オさんの <laughs>。 携帯電話の通信履歴を明かさない、警察が返さない、そういったことにもつながると思うんで、まあ、まず嘘をついていたと、まあ、僕はこのように、えー、調べて真剣にそう思います。だから、あーこの、ね、安田種夫さんの事件現場には、うん、木原の嫁の父親ともう1人いたんですよ、プロのマルシアがね、うん、と僕は,僕は思ってます。木原の嫁、えー、が事件現場に子供といたということになっていますが、う、まあ、嘘でしょうね、あらゆるう、まあ、嘘をついてついてるんで。 であのなんだろうね、その不倫相手っていうのは、最初最初の報道では、木原の読みと不倫相手がやったんではないかという、全くデタらめをぶっこいてましたけど、不倫相手っていうのは、丸仏で捕まって、宮崎の刑務所に、まあ、いたということで,で、ここに佐藤誠さんがですね何度も30回ぐらい聞きに行ったということで、まあ、そういったようなことでいろいろ。まあ なことで、か、うん、かってるわけじゃないですかで、えー、ここで佐藤誠さんが気づいた話なんですが、えー、この例の木原の発言ですね、木原があ、木原の嫁に言った、俺が手を回しといたから心配すんなっていう言葉、まあこんなのもね、えー、今になってね、こんなのが出てくるっていうのもおかしいし、まあ嘘かなとかっていうのも思うんですが、 もしこの話が本当であるとすれば、佐藤誠さんのお,、まあ、お考えの通りいくと、えーまあ、僕もこれはこうかなと思うんですが、<laughs> 木原が単純に嫁を励ましてるだけかもしれないとかね、えー、俺が後ろから手を回したっていう、まあ嘘をついて張ったり、だから木原が嫁を励ましてるんじゃないかっていうで確かにそうだと思うんですね。で、佐藤誠さんがここで疑問視して、まあ、そうだろうなと僕も思うんですが、そのドライブレコーダーの中で、その不倫相手の名前が出てきたっていうことで、 うん、だから、つまりここから何がわかるのかというと木原と木原の嫁は事件の真相を知っている、しかし事件の真相を知っていてあの隠している、これがわかるんですよ、これが大きいわけですよ、なんでかというと、木原があその会見に応じないこと。 木原が直接指示を出したかどうかは別ですが木原と木原の嫁が不倫相手のことについて話し合っていたということはこれっていうのは佐藤誠さんがおっしゃってますが木原に対してはこの不倫相手っていうのは顔も見たことのないはずの男なんですがなぜこいつの名前を知って話に出てるかということでつまり木原っていうのはこの、ね、嫁の元旦那安田太郎さんの件を5年前から把握していたということですね。 そうなってくると、キアラが記者会見に出てこないでとぼけることがおかしいという話にもつながるし、キアラには説明責任があるということにもつながるわけですよ。だここはこの佐藤誠さんのすごく鋭いところだと思います。でこの,あの2018年の、ね、再捜査妨害というところで、このクリューっという、ね、官房副長官が出世してるんですよ。 えー、官房副長官からあ警察庁の長官に、えー、なってるから、つまり、えー、木原と栗生もくっついている可能性があるんで、えー、ここでも出てきますね、政治家、警察全員グルってことです、裏でその出世とかのそのやり取りをして、分からないようにどん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 上がっていくっていう、そういうことをしていると考えられる、で、えー、皆さんが見てらっしゃるところとかにはちょっと分からないんですが、僕はすべて見てないんで、自分で考えたんですけど、 えこの2006年の当日事件当日ですね、えー、この木原の嫁の父親が一人で行ったっていう風になってるんですが僕はもう一人いたと思いますそれは不倫相手ではありませんプロのマルシアです、えー、不倫相手は n システムの時刻でその ことが起きたときにはいなかったっていうことなんで、おそらくその不倫相手と木原の嫁も一緒に来たんじゃないかと思うんですけどね。だから事件現場には安田種男さん、安田種男さんと木原の嫁の父ともう一人実行犯がいたと僕はそのように調べて思っています。木原の嫁っていうのは、嫁と子供が事件現場にいたって言ってます嘘ですね、うん。で、ここもまたちょっとむずいんですが、 えと佐藤誠さんがおっしゃっている話で、まあ、これもそうだろうなと思うんですが事件が起きた後にですに、ね、木原の嫁と不倫相手が居酒屋に、えー、行ってです、ねえー、木原の嫁が何やらあ 微笑笑ましい笑顔だったそれも意味がわからないんですけどね、旦那があ丸されているのに、だから、キアラの嫁は知っていると。で、不倫相手が沈んだ顔をしているっていうのは、これっていうのは、不倫相手があ実際にそれをしていないにしても、そ,その件について、えー、その一連の件について、加担したっていうことで、その後、逮捕するされるじゃないですか、でその丸物で逮捕されたりとか、その件に加担してっていうことで、えー、だから、おそらくですが、これっていうのは、本当のことを隠すために、えー、不倫相手があ逮捕 逮役逮捕要員に選ばれたとも取れるんですね。うん、そういったことが考えられるんですよ。で、ここからなんですよ、佐藤誠さんの、えー、おっしゃってる話を考えて、えー、まあなんだろう、<laughs> 安田種男さんのもとにですね、木原の嫁の父親が行った可能性、これが非常に高いと。ただし 一人でで行ったわけではないいと思いますそれもあの調べていってあ、おかしいなと思ったことがあるんで、えーまあ、そちらを考えていくんですが、まず何がおかしいのかって、2つおかしい言葉がある。おかしいというか、2つまずあるんですね。1つ目が、あ安田種夫さんと木原の嫁の父親の会話で、 えー、そりゃしょっちゅう見てるもんとかっていう会話があったっていうんですが、何をしょっちゅう見ていたのかっていう話なんですね、おそらく子供だと思いますけど、でえー、こ,こ,だここですね、もう一つ、うん、安田種男さんに、えーまあ、防御層がない、え傷がないええっていうことなんですよ、ここから父親の単独犯行ではないと、お木原の嫁の父親の単独犯行ではないと、そのように、えー、僕があ考えました。佐藤誠さんは まあ、いわゆるこの事件当日にいた人物、まあ、Z っていうふうに定義されてますが、Z は、えーねえー、木原の嫁がかばっている人間、つまり父親っていうんですが、ここでポイントなんですね、Z が1人である保証はどこにもありません。 勝手に Z が1人だってあのそういうふうなあ、ねえー、ことを思われてるだけですが別に他の事件でもありますが複数人犯行っいうのはよくあるんですよ別に1人でやったとはどこにも、ねまあ、そもそもそういう事件になってないから分からないですが1人でやったなんていうのはどこにもないんで2人でやったとかねでましてやその木原の嫁の父親が、ねえー、公安であればそれこそせんべいを介して、えー、組織がつながっていれば人がいてもおかしくないわけですよ本当そその実行犯マルシですだから僕はそう 思っています父親ともう一人いたとまあそういうふうに思ってますんであのー、佐藤誠さんの鋭いなっていういうあのご指摘だと思うんですが父親がですね、えー、この当日現場にいたということがわかってるんですねこれはもう完全に、えー、まあ父親がまあいたとまあそういったことだと思うんですが木原の嫁の父親がですね、えー、事件が起こる 数時間前に、えー、この安田種オさんとおそらく対面してるんですよ。えー、安田種オさんが亡くなった時刻が2006年4月9日の夜10時ってことなんですが、大体その、まあ、ちょっと前、夜7時半ぐらいに、えー、木原の美の父親があ、まあ、安田種オさんの家を訪問してるっていうことが分かってるんで、えー、まあ、行、まあ、ってんだろうなっていう話なんですよで。僕はこの後どうなったかっていうのは分からなかったんですけど、行、まあ、ってんだろうなっていう話ですね。 で実際に木原の嫁の父親っていうのは覚えていないが現場に行ったと、まあ、そういうことを言っておりでその後ここからあの激しい矛盾をする内容を読んでそれを考えていきます,木原,のあそうです、ね、木原の嫁の父親は安田種夫さんに対して仲良くしなきゃダメだしっかり夫婦生活しろみたいな言葉を言ってるんですがこの言葉を覚えてください後で嘘であることが分かりますから。 うん、だから全然こんな良好な関係だったとは思えないし、うん、っていうことなんですよ。まあそれはこの最後に言っておきます。だから木原の嫁の父親は安田太郎さんに仲良くしろって言ってるっていうけどそれっていうのは出たらめ全くの持ってるのでたらめっていうことがわかるでこれ警察関係者も言ってるんですが、えー、ここでプロの、まあ、そのものが動いたと僕は思うんですが。 防御層傷がないっていうのは非常に不可解であるっていうことを、えー、現役の警察官も言っているんですよ。だから普通やられると思ったら抵抗するじゃないですか。それをやられずにすっとやられたっていうのは何だろうかっていう話なんですよ。だからこの防御層っていうのは、他人に何かあそのされそうになった時に、えー、ね <laughs> あのまあ、自分でか顔とか頭とかを守るそういったあ、まあ、傷っていうことなんですねでこれがなくしてやられたってことはこれは何かって言ったらプロの仕業である可能性があるわけですよ。 だから事,事件の現場には木原の嫁の父親がいた可能性が高い、しかし一人でいたとは限らない、えー、木原の嫁の父親ともう一人、公安のつながりからですねそれこそプロのマルシア、えー、丸仏が関係しているのであれば、そういったものが送り込まれてやったと、まあ、そういったことがある。でまあ、これもですねなんかどうかなと思うんですが、安田多能さんはあねえ喉に、えー、刺された、えー、けがていうことなんですが、んなんかね丸仏が、えー、あのようにいくほどの その量だとかっていうのもあるんですが、まあとにかく本当のことを隠してるわけですよ。で、えー、その、なんていうのかな、この防御層がないところっていうことから、プロにやられた可能性があると。まあ、木原の嫁の父親ってのは警察官でありますが、別にプロではないと思うんでね、うん、まあその選別なわりだとは思いますけど、 だからこれ何がポイントなのかっていうと、木原の嫁の父親が事件現場に1人で行ったとかそういった話になっていますが、別にどこにも誰も1人だとは書いていないし、言ってないんですよ。まあ、Z っていうことなので1人かと思うんですが、別に僕は1人ではない,ないと思う。で、えー、いろいろ調べて、えー、ですね、えー、その情報を整理すると、ですね、えーまあ、おかしいということがわかるんですね。まず、基本的にこの木原の嫁の父親が事件現場に1人で、えー、行ったという、まあ、そういった設定 定になってるんですがあまあ,あそれだけとは限らない、うんでえー、いわゆるこの、ね、なんでわゆ木原の嫁の父親が疑いをかけられるのかっていうと、まあ、木原の嫁の父親っていうのは、まあ、そ2006年に大塚署から連絡を受けているっていうことなんでまあ、当然何かを知っている、えー、深く知っているあるいはです、ね、何かに関与している可能性があるがそれをまあもみ消していると、まあ、せんべいの力を使ってもみ消しているその可能性もあるし2018 8 8年に、えー、事情聴取を父親拒否しているわけですね、うん。で、父親っていうのは、あこれも謎なんですが、ね、この事件が起きたところの戸建ての家からまた今度離れて、で今度は地方で、えー、全く違う、まあ、暮らしをしていると、この金、どこから出てるのかなと思うんですよ。で、ここなんですよ、僕、皆さんどういうふうに思うかわからないんですがあの、いろんなことを隠してるんですが、あのここで気づきました。 えー、同様に木原の嫁木原の嫁の父親が一人でやりづらいっていうやりづらいっていうのは犯行に及びづらいっていうことがあるんですが木原の嫁の父親っていうのはこういった特徴があるんですね、えー、まあボクサーであるってこともあるんですが白髪まで身長は大で165センチぐらいだっていうことなんですねここ,ここで、えー、あることに気づきます安田たなさんの身長は180センチなんで身長差15センチあるんで喉、えー、元をさせません こここで思ううとっていうのがありますすもううう人いただろうなと思うわけですあるいはですね、まあ、何かしら違う形で、えー、そう抑えたとかそういったことも考えられるんでこの身長差から無理じゃないですかこれっていうのはいろんな意味が考えられるんですよ安田棚夫さんの身長が 180cm 木原の嫁っていうのはもっと小さいから、えー、指すことができないんでまず嫁ではないと、えー、いうこともそうだしこの同様の理論で、えー、165cm の木原の嫁の父親っていうのもこれもちょっと難しいと思うんですね。 うん、っていうことからもう1人いたっていうふうに、まあ、僕は思っています。で、またですね、なんかおかしいことがあ,あるんですが、えー、この、えー、現場ではですね、えー、木原の嫁の父親が突発的にこういうことをしたとかっていうんですが、僕は嘘だと思います、事前に何かをこの計画していたと考えます、何をどう計画していたのかは分かりませんが、突発的なことではあな,ないと思います。で、えー 佐藤誠さんがたびたび2018年にあ足をお運ぶも、木、え、原、ー、の,の嫁の父親は捜査には協力しないとかって言ってね。で、えー、また またこのキアラの嫁の父親がおかしい、えー、ことがあるんですが、安田哉男さんの父親とお姉さんがですね、えー、会見を開いたときに、えー、あれを信用す,するのかとかって言うんですが、うん、本当のことがあるわけですよ、マルジンであるといこと、しかし、のマルジンであることが、えー、明るみになるとよくないんで、だからこのように木原の嫁の父親は言っていると思う、うんで。ここなんですよあの インターネットにあった話なんですが非常にでたらめであると思うしおかしい話なんですが木原の嫁の父親はですね、大塚署に安田種男さんの家庭内マリについて相談しに行っているということがわかるわけですよ。ここでまず先ほどの矛盾に気づきますね事件当日の夜7時半ぐらいに安田種男さんがいるところに木原の嫁の父親は訪れて仲良くしなきゃだめだぞ とかわけわかんないじゃないですか、だって大塚署に家庭内窓口に相談しに行ってんですよ、これ、どちらかが嘘なんですよ。 だ僕はあこのねどっちが嘘かっていうのはわかりませんが事件の当日に、えー、この父親が行ってねおそらくこの前々からですねこういったことがあったんで、えー、プラスその丸物の件もあったんでまあギアラの嫁の父親は顔がわかってるんでそれに、えー、まあそれこそねマルシアが絡んで、えー、やった事件であると思いますでこの木原の嫁の父親っていうのは素性がわかりませんが公安である可能性が高いんで公安せんべいからのですね、えー、プロにつな ががっていくってていいくうことがある組織の会員は考えられれば2人でやったということも全くおかしくない、うん、その事件現場がね、えー血が血が、血がたくさん出ていたということも、えー、おかしくないと。で、当初ですね、えー、木原の嫁と子供は事件現場にいたとかっていうのがですね、あの安田太さんのお父さんが木原の嫁,の嫁を見てないんで、えー、そのね、 警察のパトカーの人がいるにもかかわらず出てこなかったっのはおかしいっていうことなんで、おそらくこの安田忠夫さんの現場には当日、ですね木原の嫁と子供2人はいなかった、おそらく不倫相手のところにいたと思います。でその当日、現場には木原の嫁の父親ともう1人のマルシアがいたと思います。でいつもお伝えしてるように この件というのはなぜ調べないのかというと、丸靴、これの入手ルートとか販売先とか、そういったものが出るとまずい、えそういったことからですね、えー、警察に裏側から圧力をかけて、えー、物事を隠していると思います、このように考えれば、すべての辻褄つまが合うんですね。うん だから僕は最初は父親はか、まあ、関係ないというか父親は関係あるだろうがやってないだろうなと思ったんですがでどちらかというと父親があこのキアラの嫁の父親が安田忠夫さんと話している間にもう1人の,そのプロの、えー、それがやったとかそういったことが考えられる非常にです、ね、闇深な事件であり で、政治家っていうのはおそらくこういったものの真相ですね。もっと僕が話したこと以上に深いことを知ってるでしょうが、まあ隠してるっていうね。えー、まあそのように思いますっていうことで、まあリスナー様もおー、まあこの当日の話に関心を持ってる方いらっしゃると思うんで、ちょっといろいろ調べまして、こういったことなんじゃないかってまあ僕の憶測なんでご参考にしていただけることがあれば、あ何よりですっていうことで今回はここで終わりです。最後まで聞いていただきましてありがとうございました。失礼いたします。